殿へ伝送転移。さて、家出娘を見つけ出して連れ戻すとするか。聞き分けよく素直に帰ってきてくれるかが問題ですわね。家出の理由次第だろうな。どんな理由であっても売買は許さない。レーベンには絶対一緒に帰るって言わせてみせる。いい短歌だ、ヘノア。レーベンとの話し合いは任せるぞ。うん、任せて。でも力ずくが必要になったら御事頼りになるけど。適材適所だよ。荒ごとはかっこいい私にどんと任せておけ。それじゃレーベンを連れ戻しに行ってきますか。拾い物ガチャするかにゃ。毎度またのご利用をお待ちしてるにゃ。それじゃレーベンを連れ戻しに行ってきますか。行ってらっしゃいですわ。行ってらっしゃい、こと。みんなで帰ろうね。当然だ。レーベ、エノア、バイバイって言ったのにこんなところまで。帰って、私には私一人で果たすべきことがあるから。皆さん、本当によくこんなところまで来れましたね。関所の守護はエクレシアにお願いをしていたのに。ふふ、そのエクレシアが言ってましたわよ。レーベンはエノアに会ったら喜ぶと思う。だから安心して会って、支えて、一緒に生きてあげてって。主思いのいい人気ですわね。なるほど、私はお願いする相手を間違えたわけですね。それにエクレシアのおかげでエデンで今何が起きているのかを知れた。ノエインに蘇生されたイブがエデンの初期化を行おうとしているんでしょ。もしかしてイブとは会った？会ってはいないけど音声通信で会話はしたよ。そう、でもイブのことは私が何とかします。だからエノアや皆さんは帰ってください。帰るなら一緒にだよ。一緒には帰れない。私には果たすべきことがあるの。今ここを離れるわけにはいかない。だったらレーベンの言うことは帰ってじゃない、手伝ってだよ。これは私一人の問題だから。イブのことがどうして？言いたくない。言って、絶対に拒まない。どんなことでも受け入れるから。いや、そんなに私が信用できないの？エノアの問題じゃない、私の問題。ジンキも EVE もリリーも統括ジンキの私が不甲斐ないせいでたくさん死んだ。私が責任者だった。私がその責任を果たさないといけないから。レーベン、そんな独りよがりな話で私が納得すると思うの？納得してもらうしかない。無理だよ、私ね。レーベンにバイバイって言われた後、悲しくて悔しくて辛くて泣いちゃったんだ。
一緒に生きてくれるって。私の幸せがレーベンの幸せだって言ってくれたのに、さよならされたことが悲しくて、私を傷つけたレーベンが許せなくて。だけどそのおかげで私分かったんだ。とっても重要で、とっても単純なことが。何が分かったっていうの？私がどれだけレーベンを好きかってこと。レーベンが好き。とっても、とっても、とっても大好き。だからこの気持ちは、私の好きは絶対に諦めない。レーベンを一人になんてさせない。私にはそんな資格ないよ。資格？エノアに好きになってもらう資格も、二人幸せに生きる資格も。知らない。レーベンの都合なんて。私が幸せに生きるためにはレーベンが必要なの。困った。言葉で納得して帰ってもらう自信がなくなっちゃった。なら諦めて、私と一緒に生きるってもう一度言って。無理だよ。一緒に生きられないからバイバイしたのに。だからあとはもう力ずくで帰ってもらうしかないよね。どっちがその手で来るなら、私たちが力ずくになっても文句はないよな。手足踏んじばってでも連れて帰りますわよ。負けませんよ。絶対に諦めてもらえますから。私の好きを見くびらないでよ、レーベン。レーベンはお願いだから、私の言うことを全力で補助する。壊れろ！カット消えろ！ダム！カット！
お次はなんだ。ないよ、おしまい。勝負はついたな。第一人気としての力がある分、私の方が有利だと思ったんですけどね。エノアのサポートの有無で勝敗が分かれましたわね。デーベ、私の好きを受け入れて、独りよがりはもう諦めて。絶対に嫌。私のこと嫌い？嫌いじゃない。だったらどうして私と一緒にって言ってくれないの？逆だよ、好きだから。え、あれ、一対一で会う約束じゃありませんでした？この声、イブ。だから帰ってって言ったのに。私はイブ。私こそ人間です。これがイブ。人間っていうよりも化け物ですわ。ひどい言いざまですね。私からしてみれば、あなたたちの方が不気味ですよ。はい。私はデザイナーベビーですし、長期保管されるときに体をいじられています。だから確かに本当の人間とは少し容姿が異なりますが、あなたたちほど人間と異なる容姿はしていませんよ。あなた方は腕の数も足りていなければ、肌の質感もまるで人間じゃありませんから。何を言っているの？エノア、間違っているのは私たちなの。イブのこの姿こそ本当の人間の姿に近い。そういうことです。そんな、どうして？あまりにもかけ離れすぎてる。どうしてか。第五人機レティアの観測データにヒントが残っていましたよ。どうやらエデンは過去に一度強力な電波による被害を受けているみたいです。未知の自然現象か、あるいは別文明からの電子攻撃か。その時の被害で人間に関する情報が損なわれたようです。だからあなたたちは間違った人間の姿を正しいと信じ込んでしまったんですよ。人間に関する情報が損なわれた？だったら証拠はどこにもないってことだろ。そっちが寝ぼけているって可能性は、あんたの記憶が狂ってないって証明できるのか？元の正しい人間を証明するものはいくつか残っています。例えばほら、エデンには人間の像が残っているはずですよ。あなたたちも見たことがありませんか？三つ目に四つ腕の大きな像を。あの像か。意味不明な
前衛芸術か何かかと思っていましたわ。知っているみたいですね。どうですか、エノア。自分たちの過ちを理解できたところで心変わりはありませんか。失敗作の人間もどきのことは処分して、正しい人間の再生に協力してくれませんか。みんなが人間かどうかなんて関係ない。二人は私を認めて家族と言ってくれた存在、心を通わせ合った特別な存在だから、あなたには協力できない。さすが、壊れた機械、道理が通りませんね。それでレーベン、呼び出した用事は何ですか。折り入って私に話があるんですよね。イブ、本来の人間を正しく再生させつつ、今いるエデンの存在を生かす共存の道を探せませんか。通信でも言いましたが、資源活用の合理性から難しいですし、何より不穏分子になり得る危険性から許容できません。どうしても愛入れませんか。はい、愛入れません。ならやっぱり選択肢は一つしかありませんね。どういう選択肢？私に攻撃すれば無事じゃ済みませんよ。あなたは本物の人間、反逆抑制機構のことなら分かっています。攻撃しようとしただけで人気の私はきっと壊れてしまう。ええ、だから無駄なことです。でも決めたなら迷うな、ですよね、ミコトさん。レーベン、何をするつもりですか。何を考えているのですか。シンプルなことです。あなたが人間だって言うのなら、私たちを否定して滅ぼそうとするのが人間なら、人間なんて滅んでしまえってことですよ。どうして攻撃が。私の大部分は EVE、 システム的には人間に近いから、一撃だけなら入れられると思ってました。でも全然殺しきれませんでしたね。あなたたちは思っていたよりもずっと危険な存在ですね。計画を見直さないと。データの検証よりも先にエデンの初期化を推し進めた方がいいかもしれませんね。レーベン！どうなったんだ。反逆抑制機構、人間に反抗すると自壊するシステムで、データがボロボロになってる。とっても危険な状態。やっぱりこうなるって分かってたけど、全部私が責任を負うことだから。レーベンのバカ、このまま終わりなんて許さない。これはレーベンとの思い出か。記憶の断片が、光がレーベンに流れ込んでいってますわ。データの修復。絶対に死なせない。絶対に直してみせる。レーベンが傷ついても、レーベンがレーベンをなくしても、私がレーベンを知ってる。私は覚えてる。一緒に生きてきたから、ずっと見てきたから、特別な存在だから、私の心にあなたがいるから。きっと
弱ったら私が支える、欠けたなら私が補う、あなたは一人じゃないから、私がいるから、だからこれからも私と生きてよレーベン。あれ、エノア、どうして私壊れたはずなのに。ただいまは、まずはただいまって言って。ただいま。じゃあ次はあのバイバイを取り消して、ごめんなさいをして。いや、それよりこれどうなって。ごめんなさいは、ごめんなさい。花丸、おかえりなさい、レーベ。話し合わないといけないことはたくさんあるけど、まずはレーベンから一言。皆さん、ただいまです。ご心配をおかけしました。おかえり。お帰りなさいですわ。すっかりエノアに頭が上がらない感じですわね。一人突っ走った結果、無様に助けられて、有無を言わさず連れ帰られましたから。それじゃあ家族みんな揃ったところで、これからのことを決めないと。人間じゃない私たちが、人間から見捨てられた私たちが、それでも一緒に生きていくために。参照。